やっぱり目指していたのはこの砦か。降ってきたの？途中で気づいただろう。え？私がここへ向かおうとしていたことにお前は早くから気づいていただろう。ああ、でも理由はわからないよ。教えてくれないか。どうしてメディナが俺と一緒にここへ来たかったのかは。ここからもう一度始めたいんだ。お前はいつだって私を見捨てずに気にかけてくれた。そしてアリス様やアスナ、対策本部の人たちも友人として私に接してくれた。そんなお前やみんなを拒絶した場所で改めて私に誓わせてほしいんだ。もう二度と私はお前たちに背を向けない。これからも共に歩んでいきたい。できればずっと。それを伝えるためにわざわざここへ？それはすまない。私のわがままだ。お前に本心を伝えるにはこの場所がふさわしいと思って。なぜ笑う？初めて会った時と比べて随分素直になったと思ってさ。当たり前だ。それなりに長い時間を過ごしている。だとしてもメディナがそんな態度を取るなんて未だに驚きだよ。出会った頃のメディナは無理やり納得させないと自分のしたいことを口になんてしなかっただろ。特に修験学院時代とか。それは仕方ないだろ。これでも少しずつ頼ったりしたつもりだ。ああ、対策本部で再会して一緒に旅を続けて、この場所で反目し合って、もう一度一緒に旅をして、ようやく今メディナのわがままを聞けた気がする。わがままだな。自分の目的のためだけにこんな場所までお前を連れてきたりして。ああ、だけどメディナは謝る必要はないし、俺も責めるつもりはない。そうなのか。俺だってみんなのわがままを聞くし、みんなに俺のわがままで迷惑をかけるし、友達ってそういうもんじゃないかな。友達、そうだったな。私たちは友達なんだ。ありがとうキリ。すまない。風邪をひいたら大変だ。ひとまず雨をしのげる場所へ移動しよう。雨止まないな。お前やみんなを裏切ったことに対する私への罰かもしれないな。そんなこと言うなって。メディナは自分のために必死だっただけなんだから。オルティナノスケのために武功を立てること、確かに私はそれだけを目指し必死で頑張ってきた。だがお前たちに出会い、本当の望み、本当に大切なものに気づいたんだ。それがさっき言っていた。ああ、お前やみんなに信じてほしい。そして共に戦いたいということだ。簡単に叶うものではないと思う。だからこの場所での誓いとともに信頼を得られるよう努力を重ねていくつもりだ。信頼か。すぐに信頼できない気持ちはわかる。だからこそ私は。そうじゃないんだ。信頼してほしいって言うけど、俺やみんなはとっくにメディナのことを信じている。そんなわけないだろ。私はお前たちに一度は剣を向けたんだぞ。でも
俺たちのためにハーシリアンを止めようとしてくれた。暗黒騎士との戦いだってメディナや冒険者がいたから勝てたんだ。いつから私を信じてくれていた？初めからだよ。出会った頃から信じている。それから俺だけじゃなくみんなもそうだ。相変わらずお人よしすぎてムカつく。ごめん。ではいいんだな。もう一度ここから始めても？もちろんだよ。メディナが一緒に歩んでいきたいと望めば俺はそれを信じて応える。ありがとうキリト。お、見ろよメディナ、雨が止んでいる。本当だ、西も出ている。自分への罰だと言っていた雨は止んで虹まで出てきたんだ。私の罪が許されたと？少なくともメディナの思いは空に通じたと思うぜ。まさか。お人よしな上に楽観的だなお前は。罪は許されたとは言い切れない。だがお前たちを信じ共に戦っていく決意は定まった。この先何が待ち受けようとこの思いが揺らぐことはありえない。ああ、俺もお前を信じているぜメディナ。うむ、ここでの目的は果たされた。ん？目的って何だ？では挨拶回りを続けよう。次は東帝国だ。ああ、よし行こう。